皆さんこんにちは、たすがいナイスです。マインクラフトやっていきましょう。今回はね、溶岩を増やしたいと思います。今まで溶岩が必要になった時はブランチマイニング場へ行って、そこでね無理やり取ってきたりしてたんですけど、めんどくさくなってきたのでね、そろそろね溶岩を増やす施設でも作ろうかなと思います。ということでね、装備をちゃんとしまして、不死の塔点もちゃんと持ちまして、一旦ネザーへレッツゴー。溶岩を増やすと言ってもね、溶岩ゼロからでは増えませんので、ネザーでね溶岩を確保していきたいと思います。こっから溶岩をもらっていきます。溶岩をもらって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 、まあ8個ぐらいあればいいでしょう。はい、拠点帰ってまいりました。ではまず溶岩を増やすのに使うもの、こちら、ドリップストーンですね、鍾乳石、こちらを使うんですが、6個じゃちょっと足りないかな。もうちょっと欲しいですね。整地していたら、ここにね、なんか鍾乳洞があったので、こっからね、鍾乳石もらっていきたいと思います。ここにね、なんか洞窟あるんですよね。あー！もうびっくりした。今回、溶岩を増やしていくわけなので、羊毛で作るわけにはいかないんですよね。なので、まあ、ブラックストーンでも使う？だブラックストーン、模様入りのブラックストーンを使っていきましょう。まあ、溶岩増殖施設なんてどこにあってもいいので、まあ、この辺りに適当に作っていきますか。2×5 を2つ作るというイメージでやっていきたいので、4×7 のスペースを2つ作っていきます。そんな感じでね、4×7 のスペースが2つできました。大釜が20個必要なので、大釜を20個作っていきます。鉄インゴットで、こうかな？これで大釜ができるので、まだ全然足りないですね。ではさっき作った大釜を設置していきます。こんな感じですね。内側に、2×5。こんな感じで並べていきます。はい、OK でーす。では仮ブロックを1、2、3、4マス積みまして、大釜の3個上に模様入りのブラックストーンを設置していきます。今のは置きミスでーす。はい、こんな感じで設置しました。この磨かれたブラックストーンを囲うように、このブラックストーンをね、設置していきます。あ、高速スニークがついているから早い。未だにね、この高速スニーク慣れないんですよね。こんな感じでね、囲えましたら上に溶岩を設置していきます。昔はね、これね、溶岩流でもよかったんですけど、今ね、溶岩流じゃダメなはずなんですよね。源流じゃないとダメなはずなので、溶岩をね、ちゃんと一個ずつね、埋めていきます。しっかりとね、ブロックに向かって設置していきます。このままだとね、溶岩溜まりませんので、この下にドリップストーンを設置することで、これでね、溶岩が下のね、大釜に溜まるようになります。ということで、これでね、しばらく待ってたら溶岩が溜まっていくと思います。ので、こっちにもね、同じものを作っていきたいと思います。溶岩溜まるの待つのめんどくさかったので、もう一回ね、ネザー行って溶岩取ってきました。ということで、こことここを埋めまして、これで全部源流になりましたね。これね、被ると消滅するので、ちゃんとね、ブロックに向けて、ちゃんとカーソルを合わせてね、埋めていきます。これね、どれくらいで溶岩が溜まるかっていうのはランダムなので、案外こんなに早かったりもします。ここに溜まった溶岩をバケツで回収することで、溶岩が増えていくという仕組みですね。で、アイスさんはね、怠惰な人間なので、いつも言ってると思うんですけど、こういうね、なんか物を増やす施設の横にはね、チェストをね、一つ置いておくといいですよ。とりあえず溶岩増殖施設はできたわけなんですけど、ちょっと短いと思うので、ついでにね、この鍾乳石ドリップストーンの増殖施設も作っていきますか。規格 7×11 ですね。ミスりました。柿やサトウキビとね、同じような回収機構を作りまして、前と後ろは羊毛にしますので、このレールに向かって羊毛を設置していきます。こんな感じで、前と後ろですね、羊毛を設置しましたら、鍾乳石ブロックをこの真ん中に設置していきます。鍾乳石、 OK。ドリップリーフ取ってきましたので、ここにね、ドリップリーフを植えまして、ドリップリーフって確か下からも伸びるよね。そんな曖昧未満なところを見せつつ、で、今回、5段かな？こっから5マス上までは必要なはず。まあ、とりあえずこんな感じになりましたと。では、こっから難しいのが、まず、ピストンをつける位置ですね。ピストンをつける位置が2段目と4段目になりますので、ここをね、全部開けていきます。こんな感じで開けまして、ここで登場しまする粘着ピストン、そして蜂蜜ブロックですね。あ、ちなみに、粘着ピストンちゃっかり増えてるんですけど、裏でね、ジャングルの寺院を1つ見つけたので、粘着ピストンが2つ増えました。ジャングルの寺院には何もなかったです。蜂蜜ブロック9個あるんですけど、9個じゃ足りないですよね。ここに粘着ピストンを置いて、上にもう1つ粘着ピストン。ここに粘着ピストンを2つ設置しまして、で、いつものように端っこにはこうやって置いておく、んですが、まあ、端っこにはこうやって置いておくんですが、で、いつものように、蜂蜜ブロックを置いていくわけなんですが、1個足りない。これは1個足りない。あー、1個足りない。で、いつものようにオブザーバーをこっちじゃないですね。で、いつものようにオブザーバーをここですね。ここと、ここに配置しまして、さあ、こんな感じになったわけなんですが、
ここから後日別撮りになるんですが、オブザーバーは、このここ、このピストンの間の段に、端に一個ずつと、さらにね、これ上にもあった方がいいんですよね。これね、裏で動かしていた時に、このね、上から伸びてきた時に、なんか、不具合があったんですよね。上のやつは伸びたらね、即反応するように、上にね、オブザーバーを一つ設置しまして、こんな感じで。で、真ん中に一つっていう、合計四つですね。合計四つ設置しておきます。回路ですが、両方のピストンに向かって、こんな風にね、同じ回路、いつものね、回路が組んであります。観察者から、ここに繋がって、こう繋がっていくという形で、このね、リピーターの向きね、ちゃんとピストンに向けましょうね。上の鍾乳石の上には、こうやってね、水源を置いてあります。これ多分水源じゃないといけなかった気がするんですけど、水流はダメだったと思います。こんな感じでね、水源を置いておくことで、これでね、鍾乳石、ドリップストーンが成長するようになるので、まあ、こんな感じで置いておいて、で、一応見栄え的に上は囲ってあります。まあ、これは別に囲っても囲わなくてもいいんですけど、この上の観察者がないと、ちょっと不具合があったので、ちょっと取り直したって感じなんですけど、作る人はいないと思うから、まあ、別にいいかなっていう感じで、ここまでやったら完成ですね。ということで、今回はね、鍾乳石自動収穫機構を作ってみました。まあいつもね言ってると思うんですけど、ピストンいっぱいね使ったやつの方が楽だと思います。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。